森林科学科は、大学、専門学校、高等学校における学科の一つ。森林科学の教育、研究がなされる。日本の多くの大学において、森林科学科は、農学部や環境系学部などに設置されている。森林科学分野の学科として、異なる名称で設置されている大学の場合、農業土木学と統合した学科構成の場合が多い。専門学校では農業大学校に設置されている。また、高等学校においても農業科に設置されていることもある。林学科から名称変更して環境保全、測量などの学習内容を加えて再編したものが多い。これらの生徒、学生の卒業後の進路として、公務員や測量会社、森林組合、地域林業研究会、森林コンサルタントなどが考えられる。かつては製材業などが多かったが大幅に縮小している。林野庁、森林、林業に関する学科、科目設置項一覧表平成29年4月現在などを参考にすると、以下の通り全国林業短期大学校、連絡協議会加盟機関平成30年8月、現在森林科学科といった名称の学科出身者は、所定の実務年数を経て、造園施工管理技士の受験資格を得ることができる。以下の大学の学科に関しても、同様であるが、履修確認が必要になる。ありがとうございます。